任せた。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。何でかいするしとんじゃ。任せた。おう、まだ心うるずっとってんか悪い。ナグモか。何か用か。
冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早よ東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです？よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。あの頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、ユタ、踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって、まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつもう聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソ下等が。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。じゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今キリュウさんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？キリュウさん、野球できます？まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか？うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。キリさん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな。かえってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど。なら行きましょう。球場まで案内する。ああ、頼む。
おお、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ宿代の代わりと思うてくれや。ああ、分かってる。いいの、くん。あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩を持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に狭い町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも平気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないですか。さあ、みんな待ってますから。ああ、今日の試合は荒れそうじゃの。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。相手はヤクザだろ。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ。後のメンバーは仇じゃけ。それにの、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。なんかあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人、全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう、踊れ。それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あのキリュウっておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあ、どうでもいいですよ。今日は頭、乱闘しねえと収まらないみたいだし。なら、とっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃの。大丈夫、キリュウさん。ナグモが狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え？ようやく本命のお出ましじゃ。
今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の弾がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ、腐れけどが。死ねよ。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。Yeah!
試合終了だ、ナグモ。踊れ。カバチタレが勝手に終わらす。お疲れさん。後で合流するわ。悪かったな。せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、エンジャー、キリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、
ええ腕っぷしじゃのう。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにゃええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。ナグモにはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところでイーノくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、分かってる。ほいじゃ。はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。うん。一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、わかった。じゃあまた後で。